はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は左側にスタジオワンが立ち上がっていて、右側にキューベースが立ち上がっています。この画面を見ていただいたら、キューベース独自のハリオンソニック SE が入っています。マウスで鍵盤を押します。ここにハリオンソニック SE3 がインサートされています。そしてここのエフェクトはこんな風になっています。このインサートを見てみます。するとそこにブルーキャッツのコネクターをインストールしています。どんな風にしてあるかというと、この画面です。ここにレシーブが設定されています。そしてローカルホストの8080で受信をしています。そしてこちらがスタジオ1です。スタジオ1の方にはここにオックスチャンネルが入っています。そこに同じようにコネクターでセンドをしています。そしてここには簡単なミディの伴奏がセットされています。いわゆるスタジオ1からミディを送って、このハリオンを音を鳴らします。そしてそれを今度はレシーブするんですけれども、こちらの方のメインアウトの方に、このようにコネクターを設定しています。今度はポートは8081です。ハリオンが鳴らした音をこちらに送ります。スタジオ1はそれを8081でレシーブします。そのレシーブした音はどこに入ってくるかというと、このオーディオトラックです。オーディオトラックのところに音が入ってきます。だから音が鳴ります。ちょっとやってみましょう。はい、もう一度音色を変えてみます。そしてこちらから音を鳴らします。もう少しいい音にしてみます。どうでしょうか。いわゆるキューベースでしか鳴らない音源をスタジオ1で鳴らすということです。そして出てきた音を録音することもできます。この2番目のトラックにレコーディングをすることができます。ちょっとやってみましょう。はい、こんな風にレコーディングができました。今左チャンネルしか録音できていませんが、まだ僕も今実験中ですので完璧ではありませんが、このようになりましたらもうこちらからは送る必要もありません。ここでこれを再生さえすればいいわけです。これミュートしておきます。そしてどんな風にレコーディングできたか聞いてみます。今日はちょっと音が悪いのは、スピーカーからマイクで録音をしていますので、音は良くないと思います。OBS をどのように接続するか迷いながら実験をしていますので、こういう風になっていますが、今これからスタジオ1で音を鳴らします。
はい。今日はこんな実験をしてみました。まだまだ可能性を試してみれると思います。